のののはくるみの木の歌ですこしおおきなかしわのきがはずかしそうにでてきました。よろしいみんなしずかにするんだ。かしわのきはうたいました。 くるみはみどりのきんいろな。かぜにふかれてすいすいすい。くるみはみどりのてんぐのおうぎ。かぜにふかれてばらんばらんばらん。くるみはみどりのきんいろな。かぜにふかれてさんさんさん。 いいテノールだね。うまいね。わあわあ。第一等賞ニッケルメタル。僕のはサルの腰掛けです。よし始め。柏の木は手を腰に当てました。 小ざる、小ざる、お前の腰掛け濡れてるぞ。りぽっしゃん、ぽっしゃん、ぽっしゃん、お前の腰掛け腐れるぞ。いいテノールだね。いいテノールだね。うまいね。うまいね。わあわあ。 第五等賞トタンのメタル私のはシャッポの歌ですそれはあの入り口から三番目の木でしたよろしいはじめウコーンシャッポ シャッポののから缶の缶赤いシャッポーのかんからかんのかんうまいうまいすてきだわーわー第六メタルこの時まで。 しかたなくおとなしく聞いていた政策がいきなり叫び出しました「なんだこの歌偽物だぞさっき人の歌ったのまねしたんだぞ」「黙れ無礼者その方などの口を出すところでない」 柏のき大王がブリブリしてどなりました。なんだとにせものだからにせものと言ったんだ。生意気言うとあしたおのを持ってきて片っ端から切ってしまうぞ。なによこしゃくな。そのほうなどの文在でない。 バカを言え俺は明日山主のと助にちゃんと2章酒を買ってくるんだそんならなぜ俺には買わんか。買ういわれがない買えいわれがない よせよせにせものだからにせがねのメタルをやるんだあんまりそうけんかするなよさあそのつぎはどうだ出るんだ出るんだおつきさまのひかりが青くすきとおってそこらはみずうみの底のようになりました ののは作の歌です。また一人の若い頑丈そうなかしわの木が出ましたなんだとせいさくが前へ出て殴りつけようとしましたら絵描きが止めました「まあ待ちたまえ」。 君の歌だって悪口とも限らない。よろしいはじめ。かしわの木は足をぐらぐらしながら歌いました。制作は一等卒の服を着て野原に行って ぶどうをたくさんとってきた」と「とこうだだれかあとをつづけてくれ」ほ「ほうほう」かしわのきはみんなあらしのようにせいさくをひやかしてさけびました。 第七等賞鉛のメタル私が後をつけますさっきの木の隣からすぐまた一本の柏の木が飛び出しましたよろしいはじめ柏の木はちらっと と制作の方を見て、ちょっと馬鹿にするように笑いましたが。すぐ真面目になって歌いました。制作はブドウをみんな絞り上げ、砂糖を入れて瓶にたくさん詰め込んだ。 おい、誰かあとを続けてくれ柏の木どもは風のような変な声を出して制作を冷やかしました制作はもう飛び出して かたっぱしからぶんなぐってやりたくてむずむずしましたがえかきがちゃんとまえへたちふさがっていますのでどうしてもでられませんでしたブリキのメわたしがつぎをやります。 さっきのとなりからまた一ぽんのかしわのきがとびだしましたよしはじめ「せいさくがなやにしまったぶどうしゅはじゅんじょただしくみんなはじけてなくなった」。

しっかり捕まりました。大工刀賞マッチのメタル。さあ、次だ、次だ。出るんだよ。どしどし出るんだ。ところが、みんなは。もう浸としてしまって。一人も出るものがありませんでした。 これはいかんでろでろみんなでないといかんでろえかきはどなりましたがもうどうしても誰れもでませんでしたしかたなくえかきは今度はメタルのうんといいやつを出すぞはやくでろ と言いましたら、かしわのきどもは、はじめてざわっとしました。そのとき、はやしのおくのほうで、さら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 おとがして、それから、のろずきおほん、のろずきおほん、おほん、おほん、ごきの、 ご木のお本「おほんおほん」とたくさんのフクロウどもがおつきさまの明かりにあおじろくはねをひるがえしながらスル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 でてきてかしわのきのあたまのうえやてのうえかたやむねにいちめんにとまりました。 立派な金モールをつけたフクロウの大将が上手に音も立てないで飛んできて柏の木大王の前に出ましたその真っ赤な目の熊が実に期待に見えましたよほど年寄りらしいのでしたこんばんは。 太陽殿、また後期の客人方。今晩はちょうど我々の方でも、飛び方とつかみ先術との大試験であったのじゃが、ただいまやっと終わりましたじゃ。ついてはこれから連合で大乱舞会を始めてはどうじゃろう。あまりにもたえなる歌の調べが、 我らのまどいの中にまで響いてきたによってこのようにまかり出ましたのじゃ大えなる歌の調べだと畜生制作が叫びました柏の木大王が聞こえないふりをして大きくうなずきました よろしゅうござる、しごくけっこうでござろう。いざさっそくとりはじめるといたそうか。されば、ふくろうの大将はみんなのほうにむいて、まるで黒砂糖のようなあまったるい声でうたいました。 カラス・カン・ザエモンは黒い頭をくらりくらりトンビ・トザエモンは油一升でとろりとろりその暗闇はフクロウの勇に勇むもののフがミミズをつかむ時なるぞ ねとりをおそうときなるぞフクロウどもはもうみんなバカのようになってどなりましたのろずきおほんおほんおほんごきのごきおほんおほんおほん 柏の木大王が眉をひそめて言いました「どうも君たちの歌は歌とうじゃ君子の聞くべきものではない」フクロウの大将は変な顔をしてしまいましたすると赤と白の字をかけた フクロウの副官が笑って言いました「まあ今夜はあんまり怒らないようにいたしましょう」「歌も今度は上等のをやりますからみんないっしょに踊りましょう」さあ木の方も鳥の方も用意いいか お月さん「おつきさんおつきさんまんまるまるるるん」お星さん「おほしさんおほしさんぴっかりぴりるるん」「かしわはカンカのカンカラカラララン」「ふくろはのろずき」「おほほほほほほ,ほん」かしわのきはりょうてをあげてそりかえったり。 頭や足をまるで天井に投げ上げるようにしたり一生懸命踊りましたそれに合わせてフクロウどもはさっさっと銀色の羽を開いたり閉じたりしました実にそれがうまくあったのでした月の光は真珠のように 少しおぼろになりかしわのき大王もよろこんですぐうたいました「あめはざーざーザーザーザッザーザッザッザッザー」「はドードードド,ドードドドドドド」「あられパーラパーラパラパラッタ,タ雨はザーザーザーー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 ー ザザザザザあダメだ,めだ霧が落ちてきた」とフクロウの副官が高く叫びました「なるほど月はもう青白い霧に隠されてしまってぼうっと丸く見えるだけ」 その霧はまるで矢のように林の中に降りてくるのでした。かしわの木はみんなどう失って片足を上げたり両手をそっちへ伸ばしたり目をつり上げたりしたまま化石したように突っ立ってしまいました。冷たい霧が さっと作の顔にかかにりました。絵描きはもうどこへ行ったか赤いシャッポだけが放り出してあって自分は影も形もありませんでした霧の中を飛ぶ術のまだできていないフクロウのバタバタ逃げていく音がしました 制作はそこで林を出ました柏の木はみんな踊りのままの形で残念そうに横目で制作を見送りました林を出てから空を見ますとさっきまでお月様のあったあたりはやっとぼんやり明るくてそこを 黒い犬のような形の雲がかけていき林のずっと向こうの沼森のあたりから「赤いシャッポーのカンカラカンのカーン」と絵描きが力いっぱい叫んでいる声がかすかに聞こえました。